11月18日土曜日の全国のお天気をお伝えします。西高東低冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雨の降りやすい1日となります。大気の状態、上空寒気の影響によって不安定になりまして、落雷や突風、降雹を伴って一時的に強く降る恐れもあります。風も強く吹きますので、丈夫な傘をお持ちください。太平洋側は日中日差しが届くところ多くなりますが、一時的に雨雲が流れ込み、にわか雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。各地気温の数字は前日に比べて下がるところが多くなります。また関東も上がりますが、風が強く吹くため体感温度を押し下げられそうです。風を通しにくい暖かい服装を心がけてください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。